はようございます。もう目が開かない。バルスからった、うん、もう目が目が言ってます。やばい。おはようございます。ごめんなさい、遅刻しました。いや、睡眠時間足りてないことはないんだよ。昨日は2時に寝ました。2時15分ぐらいに寝ました。そう、朝ごはん取ってきた。ごはん食べようと思って、完璧。
ただきます。守っているその釜が、おいしい。おはようございます。緑のイルカさん、お誕生日おめでとうございます。お誕生日おめでとうございます。前髪長い、そう、前髪結構長くなった。明日くらいには切ってそう、髪、前髪。
セルフで切ります。はじめまして、こんにちは。はじめまして。ぐでたまだよ。ぐでたま見えた？そう、あったかいよ。あったかいけど寒い。寒さには負ける。外パーツだし、これかわいいでしょ。さん、ハートありがとうございます。着てる子が可愛いだって。あら、てぃちゃん、うっちさんだるま、ありがとうございます。今年何歳？今年は19ですね。19の年です。2021年は早生まれだから。
でも2021年、2021年は18歳です。そう、19の年だけど18です。そう、ややこしい、早生まれややこしい。うささんドルマありがとうございます。わかるよ、あ、同じ誕生日の人嬉しい、母。モンさんハートありがとうございます。あ、そうなんですよ、篠田麻里子様と同じ誕生日です。すごい、ともちさん結婚したんですね、おめでとうございます。ちりかんさん誰もありがとうございます。どんどんと結婚されていっちゃいますね。6歳年下、あ、そうなんだ、年下の方と、あ、すごい、リア J 結婚、リア J って呼び方はやばい。幸せはいいことですね。サンダルもありがとうございます。プロ野球選手やばい、うん、なんかどうやってそこで出会うのかが分からない。どうやって出会うんだろうね。東京だから、東京だから可能性はある。
結婚とか考えたことある？結婚？結婚か。特には考えたこと、特にはあんまり深いことは考えてない。結婚したいねぐらい。でもまだ楽しまないといけないから人生。結婚はもう28とかで大丈夫。28、26ぐらいからで大丈夫ってママがやってた。いや、パパと結婚するなとか言ったことはない。ないと思う。これ多分ないでしょう。目玉焼きは醤油、醤油です。私兄ちゃんない。シティ48出身で。誰が一番に結婚、誰だろうね。楽しみだね。はい、じゃあちょっと門脇さんの配信はこれで終わろうと思います。皆さん松さん、まあありがとうございます。ユナ的に誰が耐えそう？もうみんな卒業したとしてよ。でもユミコかな。わかんない。どかさんです。いや、どかさんはまだもうまだ楽し、あの楽しんでないから人生を。まだどかさんはまだまだしたいですけど。いや、みちは違うよ。多分まだまだよ。みちは麻痺なとか。いつもマイペースなのに、もう結婚となったらみたいな。ありそう。まだとしてもまだ早い。はい、じゃあランキング見ます。13位クラッシュさん、12位タカさん、11位パメントージさん、10位ロコバコさん、キリマチさん、8位マサヨシさん、7位フッさん、6位フーさん、5位ナオノさん、4位ポンタ。世代差が空白だ。ありがとうございます。そして第2位が、
夏美川さんありがとうございます。そして今日の第1位がモーさんです。ありがとうございます。モーさん今日もありがとうございました。あ、今日ひなが夢に出てきた。何の夢だったか全然覚えてないけど。では皆さんお疲れ様でした。また明日の朝配信でお会いしましょう。では今日も一日皆さん頑張ってください。ではまたねー。